ノブを外していきます。ノブ、ピックガードに傷をつけないようにですね、このようにちょっと紙を挟みます。そして、こういう小さいドライバーを2本用意して、この人たちをこの下にグッと入れます。差し込んで、テコの原理的なもので、仕上げますと。はい、取れました。スイッチノブはこれただ差し込んであるだけなので、引っ張れば取れるんですが、硬い場合もあるので、ここをですね、親指と人差し指でこうグッと持って、力を入れると上に抜けます。ピックガードのね、止めてる周囲の、この場合、11本のネジで止まっていますが、このネジを抜いていきます。まあ、時間もないので電動ドライバーを使います。無理をすればですね、ボディから外さないでピックガードだけ変えるということもできなくはないですけども、やはり安全性を考えてですね、とりあえずボディからピックガードを離したいと思います。なので、繋がってる線外しますが、外す前に必ず元へ戻せるように確認をしておきましょうみたいなことは、文章にも書かないといけませんね。で、ハンダ、すでにハンダ付けされているところを溶かすのには、新しいハンダを少し足してやるということが非常に有効です。新しいハンダを少し足すと、みるみる溶けて取れます。こっちはとりあえず、ここへつながっているので、同じところからこっち側も抜きます。こっちの白い線も抜きます。はい、このギターは線が3本つながっているだけなので、3本の線を外せばピックガードが離れます。新しいピックガードを、当ててみますと、まあ、形はいいんですけども、ネックの幅よりも、ここが狭くてここが入りません。なのでこれは1回ネックを外さないと取り付けができないということになりました。ネックを外したところで、じゃあ改めてピックガードを当ててみますと、こんな感じですね。こう外周の形とピックガードが、合っていることも確かめつつ、この位置を決めます。で、大体こんな感じかなと。で、この状態で、上からネジ穴を見ていくと、合っているところは、ありませんね。まあ、ここがギリギリ合ってるとも言えなくはないんですが、まあ、それでもやや、ボディ側の穴の方が少しこう外側に来てる感じなので、このネジ穴は全部埋めないとダメということになります。2ミリの棒で埋めていくんですが、まあ、実際ちょっとこう入れて見ますとですね、ちょっと2ミリの棒でもきついぐらいの穴のサイズなので、2.2 ミリのドリルで、穴を広げていきます。で、とりあえず穴にね、きれいに棒が入るかどうか確認します。奥まできっちり入るということを確認してから、これボディの上でやると接着剤こぼすので、ボディから外れたところで、接着剤を棒の先端につけます。これをここへ持ってきて、えいっと、はい。で、接着剤からやや上に離れたところで切ります。はい、出っ張ってる部分をのみで削っていきます。はい、一応反対側からもやっておくといいですね。はい、きれいになりました。こちらに乗っかってる電気系のパーツを、こちらに移植しますが、まずこのピックガードは、このね、ボリュームトーンの穴が開けられていません。まあ、これは
いろいろな配線のギターに対応できるようにということになっているんですが、この穴をまず開けてあげないといけない。それから、これに使われている、これらのネジですね。これはマルサラというこう横から見ないとわかんないな、こういう下が斜めになっているネジなので、ピックガードの方にもこういう斜めの穴が開いています。こっちはそういうふうになっていないので、この穴をですね、こういう皿を切ってあげないといけない。これには例の面取りビットを使うんですけど、そういう作業がこのピックガードに対して必要になりますので、それをやっていきましょう。先に、元のピックガードからパーツを外していきます。でこれ配線を外さないまま、外すので全部いっぺんに外すような形にします。まずですね、このポットのナットを、外します。あとは手で回ります。プラスのドライバーで止まっているパーツ、プラスのネジでは、これを緩めていきます。これも最後は手で回した方が。あとはピックアップですね、ピックアップも、こうすると。カバーとかくっついてきちゃいました。こういったスプリングとか、ネジ類、ナット、ワッシャー類なくさないように、気をつけてください。ピックアップもですね、コイルを傷めるといけないので、カバーをちゃんとしておきましょう。ネジとかスプリングとかワッシャーの数が、合っているかどうかも確かめます。裏に、ロックワッシャーが貼り付いていたりとかします。新しいピックガードにこれの穴位置を移します。重ねた状態でボールペンなどでちゃんといきましょうか。穴のところに見えませんね、見えませんけど印がついています。はい、ボール板で、穴を開けますが、こういうプラスチックの板に穴を開ける場合は、っていう話をここでしてもしょうがないな。これは、本文の中で話をするとしよう。なので、じゃあまあ穴を開けていきましょう。スイッチの止めネジと、ピックアップの止めネジの穴、面取りしていきます。面取りする、大きさはですね、ネジの頭のサイズに合わせるんですが、それは実際にネジを当ててみると一番いいんですけど、面取りをしたつもりで、ネジを入れてみます。でネジの頭が、きれいに収まるようにしなきゃいけないんですが、まだちょっと足りませんね。ネジの頭が上に出ちゃいますから、もう少し面取りをする必要があると。
うでしょう。はい、だいたいネジの頭がどう見ればいいの？こうかな。収まる感じになったので、このぐらいの面取り量がいいかなと。こっちのポットの穴も縁がめくれてくるので、軽く縁を面取りしておくと綺麗な仕上がりになります。